皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は第19回静岡県中部地区私立中学校フェアのお知らせです。この私立中学校フェア、開催されるのは令和4年6月25日の土曜日。第1部、第2部、第3部の3部制になっていて、第1部これが10時30分から11時55分、第2部が12時15分から13時40分、第3部は14時から15時30分、完全入れ替え制だそうです。会場は JR 東静岡駅のすぐ近くにあるグランシップ、この6階、展示ギャラリー交流ホール、ここを使って行われるそうです。内容は個別相談会になっています。静岡市内の全部の11の私立中学校、この中学校が参加して行われます。各校の特徴とか取り組み、さまざまな情報を直接聞くことができるので、私立中学校進学しようかどうか、考えている方は参加してみるといいと思います。ただ注意点があります。これ事前予約制になっています。これをチラシを持っている方はチラシに QR コードがあるので、そこから申し込むことができるんですけれど、チラシがない方は、ウェブでこの静岡県中部地区私立中学校フェアを検索して、そこから申し込んでください。それからもう一つ、参加できるのは児童1名につき保護者1名ね、これになっているので、ここら辺もちょっとね覚えておいてください。生徒が1人だったら、子供が1人だったら親は1人と、ね、このような、制限があります。まあコロナ対策なんですね。もちろんマスクはしていってくださいね。今回は第19回静岡県中部地区私立中学校フェアのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。